ホセルイス・ロマニリオスは、スペイン・マドリード出身のギター制作家、ギター研究家。デイリーメール紙は、ロマニリオスのギターを、ギターのストラディバリウスと称えた。1932年に、マドリードに生まれ、13歳の時に、家具職人に、弟子入りした。1956年にはイギリスに渡り、その数ヶ月後には、ロンドンに落ち着いた。 1961年には、ロンドンで初めて、スペイン風ギターを制作し、1970年には、ウィルトシャー州、セムリー町に、ギター工房を構えた。イギリス工芸評議会のメンバーとしても10年間、働いた。ラベルに表記されるブランド名は、1991年後半には、ホゼルイス・ロマニーオスから、ホゼルイス・ロマニーオスサンに変更されている。 1995年からは、スペインのカスティーリャ・ラマンチャ州グアダラハラ県シュグエンサのギホ法サ地区に住んでいる。著名なギター制作家であるとともに、現代的なギターデザインの父、アントニオ・デトーレスの研究家としても有名で、1987年にアントニオ・デトーレスに関する研究所、アントニオ・デトレス、ギターメーカー、ヒズ・ライフ・ワークを出版した。 またトーレスが1858年に制作した FE08 と呼ばれるギターの複製も行っている。2002年にはワイフのマリアンと共同でザビウエラデ・マノアンドザ・スパニッシュギターというタイトルのギター辞典を出版した。ありがとうございます。